こんにちは吉野さん、あのアインシュタインですね。神はサイコロを振らないって言ったのは。つまりどんな物事も法則っていうものができる。だから E=MC 事情っていうのがあったり、まあ、量子力学っていうのが成立したりとか、エントロピーっていうものが解釈できたりするらしいんですよ、えー。ところがですね、これにもまた異論があってですね、神はサイコロを振らないけれども、観測するものには意思が存在したり、寿命が存在するってことなんですよね。 つまりどういうことかっていうと、うん、まあサイコロですよねサイコロってあの1回だけ振ったら100%の面が1個出て0%の面が5面あるっていう現象が起きるんですよ不思議ですよねだってサイコロ1個振ると1回振るとね出る目が1つで出ない目が5つっていうのが決まってるわけなんですよじゃあそこに6分の1の確率ってのは一体どういう意味はなすんでしょうかってことなんですよあくまでもこのの確率ってのは 何回も何十回も何十万回も降り続けてやっと全部の面が6分の1に近くなってくるよねっていうことなんですけどもじゃあどのくらい降るとね実際に全部の面が平均して6分の1になるのかっていうのはこれね宇宙の終わりまで降り続けることをやらないとわかんないっていうことらしいんですよ、まあ、恐ろしいことじゃないですかまあそういうふうな確率を証明するためには人間の自分はあまりにも短くってそこには偏りっていうのが存在するらしいんですよ偏りですねだから 最初のお話に戻りますとたった1回しか観測するチャンスが与えられなかったとするとサイコロの目っていうのは一つの目に偏って他の面は全く存在意味をなさないっていう考え方もあるんですよねだからここがね確率のね本当にこうやらしいところでね確率って結局現実的には偏って出てるんですよ理論上は平等公平なんですよここなんですよねねだから、ね だからなんかこう100分の1の確率でここが当たりですよっていうふうなのがあって例えば宝くじが当たるとするじゃないですかでも宝くじに当たる人ってのはどんなに確率が低くても絶対いるんですよねじゃあ全員に対して隕石が地球に落下してくるよりも確率が低いのが宝くじの当選だよって言われたところで隕石が地球に落下してないのに宝くじに当たる人は毎週出てるわけなんですよじゃあこれはどういうふうに説明するんですかって言ったらただ一つ偏りですってことなんですよ だから宇宙が始まって消滅するまでに宝くじの当選確率と地球に隕石が落ちてくる確率をざーっと並べてみると確かに隕石が落ちてくる確率の方が高いよねってことが分かるだけで私たちが観測している間には偏ったものしか出てこないんですよねまあそれでちょっと話題はずれるんですけどもあのスリット実験っていうのがあるんですよこのスリット実験っていうのはね、まあ、1枚の紙をここに置いてスリット要するに隙間を2個開けるんですよそこに 光を当てたら向こうにどんな模様が映るでしょうかってことなんですけどもここで特徴的なのは光っていうのは現象なのか物体なのかっていう理論なんですよまあこんなこと考える時点でね頭が痛くなりますけどもねで光っていうのはまっすぐ進むとされてますけども光をパッと灯すともう一つの考え方としては放射状に広がっていくってう考え方があるんですよ光っていうのは光の粒子光子ってものがありますその光の粒が光を反射してもしくは発して いいろんんな方向に広がっていくんで直進しててるわけなないいじゃんんっていう考え方なんですよで、すよそれを証明するためにスリット事件っていうのをやるんですけどもどうなるかっていうと2つのスリットに光が直進して出いってるはずなのにこっから漏れた光はのまだら模様を作って向こうの方の壁に幾筋ものこの縦線を作るんですよね影の線でおかしいじゃないかとこの壁を通って2本の線が直進してるはずなのになんで向こうでは いろんんんななの線が起きるるだってことになるんですよねで、これで、ね、不思議なのはねある観測をすると例えばテレビカメラをつけてその様子を撮影すると向こうに映るカメラ2本になるんですよ。向こうの壁にに映るる筋ってのは2本になるんですよで、カメラを外すと要するに観測の方法を変えるとまたまだらになるんですよ。でこれがねいまだに解けてないその悪魔のスリット実験って言うんですけどもどんな状況で誰がやってもこれが起きちゃうんですよね。 不思議ななんんでですすよよ光を当ててるのは同じなんですよ観測にカメラを用いるのかそれとも公の場で多くの人が見るのかによって意思を持ったかのように光っていうのはその性質を変えるってことが今ね証明されてるんですよね。だからそういうことを考えていくとある一定の確率で光っていうのはそういうふうにへそを曲げて向こうに車体を映すみたいなことがあったりね。 でもものすごく時間をかけてそれこそ宇宙の終わりまで見ているとそういう可能性はどん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 低くなっていってゼロに近くなるらしいんですよ。このゼロに近くなるっていう、ね、概念もおかしくっていくらゼロに近くてもゼロじゃないんでしょといくら無限に近くても無限じゃないでしょっていうふうに考えることはできるんですけども人間の寿命とか観測者の寿命とかね余力ってことを考えたらそれはあのゼロというふうに考えなければもう理屈に合わないし結果が出ないよってこととね 無限っていうふうに考えていかないとその後どんな理論理屈もその上に重なっていかないよっていうふうにして無理やり押し込めてるところなんですよね、まあ、つまり数学人生すら出てない答えがあるっていうことなのかなというものなんですよ、まあ、ちなみに飛行機っていまだに何で飛ぶか分かってないらしいんですよね浮 <laughs> 力と揚力っていう考え方があるんですけどもどう考えてもこれで飛ぶような構造じゃないのに日々飛んでるんですよねそれは本当にねあのー、設計の方とか話を聞いて聞かせてもらったら 十分は理解できないんですけども、なんか飛ぶ自信がないけど飛んでるっていう風にね、設計士の方とか言われてるんですよね。だから風洞実験では飛ばないものが実際にやってみたら飛ぶみたいならしいんですよ。何なんでしょうね。言って